時刻は18時30分を回りました。コスパのすすめ、自分の居場所の作り方の時間です。家事にお仕事、お仕事帰りにあともう一踏ん張り、夜勤の方はこれからファイトのこの空間。空間デザイン心理師の柴田美希がコスパをテーマにゆるうりお話しする番組です。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 797@fmginowan.com です。またツイキャスで映像と音声をネット配信しています。放送中は、ツイキャスをチェックしていますので、リアルタイムコメントはツイキャスからもらえると嬉しいです。 X も連動しています。スマホの場合はアプリリッスンラジオ、またはマイチューナーラジオで聞いてください。 FM ギノワンのホームページから見ることもできます。もうさ、戻るようじゃなくなったんだ。故郷へ戻る。ねえ、6月、あ、7月か。はい。来月頭なんですね。いよいよ。いよいよ戻られる。東京からですよね、高坊さんはね。はーい。あ、片付け。こんばんは。今週も始まりました、コスパのすすめの時間です。メッセージをいただきましてありがとうございます。ね、今日もたくさん。はい、はい、ありがとうございます。ヤン吉さんから気になるワードが、ミキさん、はい、手首は大丈夫ということで。手首痛いです。あ、何したんですか。痛いです。多分姿勢が悪くって。うん、マウスいつもね、ここのと私こっち時々見てると思うんですけど、はい、2画面でやってるんですよ、うん、仕事とかも。でいつもはここで作業してこっちは参考資料を見てる感じなんですけど、うん、こっち見てなんか作業してしまって、うん、すごい変な体勢でこうやってマウス使ってたんです。はい、そしたらそれでこの筋から多分痛めて、で筋治ったと思っても大丈夫って何も考えずに昨日の夜テニス行ったら、うん、やっちまったみたいな状態になって、追い打ちがかかったみたいな感じですか、この多分テニス治りかけてたのを思い出させたかやってしまって、はい、で何でしょうね。でもね、ボール打つ時どうもないんですよ、うん、なかなかパワフルボールを打ってしまう人なんですけど、はい、はい、全然どうもないんですよ、うん、でも何もしてなくってっていう時が一番痛くて、ラケットをこう構えるのに、うん、こっちがないと持ってられないんですよ。うーん、してる方が痛くて、終わったらボール拾いはもう左手でポンポンしてました。あ大変。そうなんですよ。ね、こんなことになるんだと思って、ちょっと気をつけないといけませんね。忘れちゃダメです、ね、痛めてる。はい。はい、そして、高坊さんからこれ後ろのミキさんのズームの背景を見て、ああ違うか、アクセサリーインテリア用のってコメントが来てるんですけど、はい、これはこれ、ね、はい、これね、今日の背景は実はショコラトリーです、はい、全部。おお、全部チョコレート。え、これチョコなんですね。私もさっきからなんかずっと気になって、なんかこれなんかなんだろう、なんかこのね、いろいろ一番大きい写真だと確かにちょっとなんかマカロンっぽいのが見えるなとかって思ってたんですけど。
はい、それ以外がなんか全然見当つかなかったんですけど、すべてチョコです。え、これ全部チョコですか？全部チョコです。この後ろ可愛いクマちゃんもチョコですか？チョコです。クマかな、クマいます。あ、この下の方ね。はい、あ、なんかこのミキさんの上はちょうど後ろくらい、いません。あ、これクマじゃないのかな。なんか黄色い花の下側に、ああ、そんなところか。はい、あ、います、います、ね、います、います。ピンク、ピンクのなんか。そうそう、うんうん、これチョコチョコ。これもチョコですか？チョコ、チョコ。で、この表面小僧も全部チョコ、でっかいチョコ。あと結構でかいんですね、サイズが。はい、カラフルなのはこれは。そう、これもチョコです、シシ。お店のロゴ。はあ。そうなんです、これブリュッセルなんですけど、ベルギーの、はいはい、ベルギーってチョコレートの街なんですね、うん、ゴディバとかもそうだと思うんですけど、はい、うん、はい、ゴディバは地味です。うーん、あの背景にしてもつまんないからですけど、あの 色が映えないみたいな感じ、あのなんて言ったらいいんでしょうね、うん、こう話題に乗らないかもしれない。まあ日本のゴディバと変わらないです。変わらないですか？あの、まあ、シンプルな茶色とゴールドみたいな。はい、うん、そう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 な感じなんですけど、でしかもここは、まあ、イギリスで私は見たのかな。ゴディバって別に特別ではもう何でもなくって、スーパーに売ってるんですよ。普通に安売りで。安売りで。うん、なんか赤いの何パーセントオフみたいな でっかい、あの、ね、日本でもカゴっていうか、そのゴロゴロのワゴンみたいなあるじゃないですか、はい、あんな感じで大量買いするようなものですか？そうそんな感じでゴディバの棚がボンってあるみたいな、まあ、ゴディバで固めてはありますけど、うんうん、でも、なんか日常で食べるチョコレートみたいな感じ、はい、なんですね。で、やっぱチョコレートのコーナーとかが多いのも もちろんあるんですけど、うん、もうベルギーはショコラトリーだらけで、うん、しかもみんな可愛いんですよ、うん、華やかな感じがして、うん、私色がいっぱいあるの結構疲れるタイプではあるんですけど、はい、これは楽しいなと思って、うん、楽しめるタイプのカラフル、そう気分が上がる。で、横断歩道、何回か背景、2回ぐらいしたかな、背景にしたことがあるんですけど、はい、横断歩道のカラーだったこと、ありましたね。はい、あると思う、あったんですけど、うん、そうなんですよ。横断歩道すらも、なんかもう、こんな色使いで、あるところがちょこちょこあって。うん、あ、ヤンキスさん、ベルギーはワッフルではないの。そう、ワッフルもあります。ワッフルも、しかも美味しい。ベルギーのワッフル美味しい、うん、本場のワッフルはやっぱさらに美味しいんですか？卵が強いのかな、はあ、私のいとこはベルギーに住んでたことがあったんですね、うん、いとこというか、まあ、おじが仕事で行ってたからいとこはついて行ったっていうてるんですけど、その時にやっぱりヨーロッパから帰ってくる時にお土産を持って帰ってきてくれたりするのに、ベルギーのワッフルとかも入っていて、それ食べてびっくりしたんですよ。ワッフルって私ホットケーキの続きだと思ってたんですけど違うだけで、はい、なんですけど、うん、全然違ったと思って、でもなんかよくありがちですよね、はい、このなんていうんですか、日本ナイズとされたなんかこのちょっと物って結構現地のやつ食べたら全然違うじゃんみたいな、はい、そうですね、うん、なんか沖縄だとねアメリカ文化が入ってるからやっぱり、うん、アメリカのものは多分本場の味に近いんだろうなって思いますけど、うん、そうじゃないでものだったら分かんない、うん、分かんないとこありますよね。ね、うん、そうなんです。これまあ、空間心理っていうほどのことではないんですけど、やっぱりねこういうお店がちょこちょこあるだけでアーケードがすごい華やかになったり、うん、街並みもヨーロッパなのですごく落ち着いてるんですよね、うん、石の文化だったりするので、はい、うん、
これがこんなのが入るだけでこんなに華やかになるんだっていう、ちょっと街づくりになるんだなお店っていうふうに思ったんですよ。もう載せたい写真いっぱいあったんですけど、はい、なんかもうそんな細かくしたら分かんない見えなくなっちゃうからはい、もう3つが限界かなと思って、はい、こうしてるんですけど、はい、ナルトラさんからも背景カラフルって、はい、ね来てます。そうそうそう、カラフルなの、めっちゃカラフルで、しかもね美味しいんですよ。あ、美味しいんです。いいですね。甘いものがそんなに食べれないというか、チョコレートの甘いの食べると私、うん、咳が出るんですね、なんだか、謎の、そうなんです謎の現象だからブラックとかビターは大丈夫なんですけど、うん、一番よく売ってるミルクチョコは咳が出るんです、うん、だから言うほど食べれないというか、うん、なんかコーヒーとか牛乳とか片手になんか飲み物別のもの持ってないと咳が出ちゃう、はい、はい、ですけどここはね苦いのもいろいろあって、スパイスが入ったのもいろいろあって、ベルギーってで、この間のバレンタインの時に私はちょうどイベントがあって福島に行く、はい、その時にあなんか持ってこうと思って、初めて会う人たちがいっぱいいたので、うん、でスパイスチョコを持って行ったんですよ、うん、初めて会うのに飛行機に乗ってから気づいたんですけど、うん、癖が強いチョコ持ってきてしまった初対面の人に対しての山椒入りと胡椒入りと持って行ったんですよ、うん、でもなんか意外と大人のチョコって言って好評で、はい、あよかったしかもなんか印象にも残りそうですね。そうですね、なんかスパイスのチョコをくれた人だみたいなそれフェイスブックに上げてたら食べたいって今度こっちの近所の人たちに言われて、うん、食べたいって思うんだこんなチョコと思って、うん、またそれを持って行ったんですけど、うん、それはベルギーで買ったチョコレートをヒントに作ったっていう感じなんですね、うん、山椒はなかったんですけど、山椒は勝手に作ったんですけど胡椒はありました。ストロベリーと胡椒だったかな、とレモンのやつとか、はい、そんなやつ、うん、レモンと胡椒のやつとそういうのを買ってきて食べたんですけどね。レモン、はい、チョコとレモンもちょっと不思議ですよ ね、 ね、あんまり想像つかなかったです。オレンジはあるけど、そうそうそう、レモン、ね、同じ柑橘系でもね、なんかレモンは確かに今、うん、なんかあ意外だなみたいな。そうなんですよ、意外なものがいっぱい売ってて、でもチョコレート重たいので、うん、あんまりいっぱい持って帰れないからほぼ現地で食べたっていう感じなんです。板チョコ買って、うん、その板チョコでさえもなんか華やかでした。うん、ということで、すごいこのね、なんかカラフルでもおしゃれに見えるってすごいですよね。いやそうなんですよ、うん、でしかも別に子供っぽくないですよね、はい、それがすごいなと思って、うん、改めて色の勉強をしてから見るとすごいなって思ったんですよ、ね、うん、そうそう、今日ね学ばしさんも聞いてくださって、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。手首お大事にねってありがとうございます。来てますよ。はい。そうそう。旦那さんと話をするときにどうしても建築の話が多いので、はい、ヨーロッパの写真とかそのアメリカの写真とかっていうのをお送りして、うん、こんな気になってしょうがないとかっていうのを私が勝手に送りつけてるんですけど、はい、そうなんですね。そうなんですけど、なんかそういうときにやっぱり他の写真もいっぱい出てくるので、うん、あ、今回この話しようと思ってちょっと出してきたんですね。そして高坊さん、上にあるのは TBS のニュースキャスターのチョコかな、あこれね、あ N って書いてありますよねN、 はい、そうですね、なんかそんなにでもできそうですよね。ね、
ニュースの背景とか全然いけるね。このままテレビ出ても美しいなると思います。ね、割と邪魔しないというか、はい、うん、周りは糸です。糸、あ、やっぱね、細い、はい、ものがたくさん、細い糸をもう投げて打ってありましたね。なんかこれ 色合いみたいなところも、なんだろう、統一されてるからまとまってるように見えるとかってあるんですか？やっぱ、あ、やっぱね、色はトーンっていうのがあるんですけど、うんうん、まあ、前回ね、あの丸がいくつかあるような、うん、写真になったんですけど、その色っていうのが元々の、 あの純色っていう、うん、まあ、元になる色ですね、はい、っていうのがあって、そこに白を混ぜていく、グレーを混ぜていく、黒を混ぜていくっていうので、色ってどんどん落ち着いた色になるので、結構重たいかっこいい色っていうのは黒を混ぜていったものだったりするし、うん、白を混ぜていくと赤ちゃんの服とかってなんかパステル、はい、パステル、かわいい、うん、かわいい感じになると思うし、白を多く混ぜていくと色味が弱くなっていって、うん、あの感じでかわいい感じになっていくんですよ、うん、だその、あの混ぜ具合っていうのを同じ、うん、同じぐらい、赤に同じぐらいの白を混ぜる、うん、青にも同じぐらいの白を混ぜる、うん、黄色にも同じぐらいの白を混ぜるっていう風にやっていったら、全然違う色でもこうやってまとまるんですよね、うん、なのでインテリアとかにするときっていうのも、グレーが濃い、グレーが薄いみたいなのをこう混ぜていくっていうのは、うん、いいんですけど結構テクニックが必要になるので、うん、難しいなって思うんだったら、うん、同じような色の濃さのものでまとめるとすごく、うん、あのまとまった空間ができますね。やっぱそうですよね。はい、だからここにあるのは派手なチョコレート屋さんっていうのもありますけど、うん、はい、あのこれ純色ばっかり並んでるんですよ、うんうんうん、だからあの違和感がない、うん、それも強調してるというか、浮いてるっていうのがなくなってる、ね、そう、なんか全然浮いてる感がないですよね。ない、ないですよね。中のポスターとかそういうやつも結構純色、濃い色でやってあるんで、うん、止まってるんですよね。うるさくないっていうのはすごいなとは思いますけど、ね、そう、なんか原色ってやっぱりなんか結構なんかうるさくなるイメージがあるんですけど、うん、はい、うん、とかなんかすごい目がチカチカするみたいな。そうですね、うん、で純色、あの原色ってなると黄色と赤と青になるんですけど、はい、純色っていうのが、まあ、そのものの色、うん、はい、純粋の純ですね、うん、に色、はい、うん、はい、で純色っていうんですけど、はい、それが元になる色っていう風になるんです、うんうん、でその元になる色をいっぱい使うんだったらベースは白、うん、これあの柱とか白いんですよ、はい、あ、だから違和感がないっていう、うん、ここにあのすごい色を入れてあったらうるさくなります。あ、青とか入れちゃうとそうそう大変なことになっちゃう。そう、騒がしくなってしまうんです。イケアとかそういうところ、はい、でそれを上手に使ってあるんですよね。あ、そこは北欧の会社ではあるんですけど、はい、うん、色使いが結構楽しく作ってあるので、うん、子供部屋とかの作り方ってすごい人気があったりするんですけど、うんうんうん、はい、それは壁にバーンって色をつけてあるけど家具が白かったりとか、あ、はい、どっかで抜け感を作ってあるんですよ、うん、作ってるからですね、はい、なのでそんな風にお家も作っていくと、だから全部に色つけるんじゃなくて、はい、あの白っていうのをうまく、まあ、白って言ってもアイボリーとかも白に見えると思うので、うん、その辺はあのお好きな感じの色でしていただいたらいいんですけど、うん、あの白に近い色っていうのをベースに入れておくと落ち着いた感じになります、うん、うーん、なるほど、白を取り入れることが、はい、ポイントですね。結構ポイントなんですね。はい、特にカラフルな時は、うん、はい、
沖縄なんかカラフル似合いますからね。はい、そうなんです。もう勉強してる時も沖縄のイメージが一番難しかった、私にとっては。あ、そうなんですね。そう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 、そうなんですよ。カラフルで高見えする、うん、だから安っぽくならない、チープな感じにならないようにカラフルな、ま、あの部屋を作りなさいって言われて、はい、しかも色の勉強なので、うん、あの家具の形とかそういうのでごまかせないので、うん、色で、はい、色だけで、えってなって、うん、そうなんですよ。でもね、沖縄とかっていうことをこうイメージしたリゾートホテルをイメージしようって作ったりとかして、うん、ああこうやってできてるんだって思いました。なのでそういうのはね、はい、あの沖縄なんかは本当に 色がたくさんあったりするところもいっぱいあるので、うん、お店とかで海外のねインテリアみたいなのもいっぱい入ってるじゃないですか、うん、なのでその辺っていうのはすごい勉強になるなと思って、うん、思ってます。うーん、入ったらキョロキョロしてます。もう勉強のなんていうか宝庫というか。そうそうそう、いろんな素材が溢れているんですね、はい、そうなんですよ。そして、高坊さん、はい、三原色、そう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 、三原色ね、光の三原色と色あるんですよ、うん、ね、色の三原色 ね、はい、確かに、うん、あれマダムバシさん、はい、いつかチョコレートで建物作りましょうって。すごい絵になるかも。おっさんがかじりついてったら絵にはなりませんがってきてますけど、あの大工さんがコロッセオを作ってましたよ、はい、めっちゃかっこいいコロッセオ、また後で送りますね、はい、ありがとうございます。はい、すごい、あでもできないことはないかもしれない。そうそうそう、ないかもしれない。普通のチョコでできるし茶色でいいね。茶色、茶色で。あでもチョコもほら、はい、いろんな色がやっぱあるじゃないですか。例えばさっき言ってた、はい、なんかまあミルクチョコレート、ビターチョコレートとかで、メーカーによってももしかしたら色が違うとかって言って、うんうん、なんかそれでちょっとなんかこうグラデーションとかってとかでなんかできそうですね。できるんじゃないですかね、うん、できそうな気がする。ただなんか、うん、冷房いるけど、そうそうそう、ちょっと、ね、環境がちょっと必要ですけど。はい。そっか、はい、あで高野さんから、はい、これ黄色かな、黄色赤青が流装過去瓶型のイメージができてます。あ確かにそうですね、確かにそうですよね、うん、あれも結構なんていうんですか、ちょっと強い色使ってると思うんですよ、瓶型、うん、うんうん、でなんか黄色が一番位が高いとかなんとか、ね、なんかそんな、 なんか話ありますよね。ね、うん、どうしてそうなんだろう。だけど赤を汚したらめっちゃダメだっていう人もいたので、うん、ああの首里城の色だから、はい、赤にあんまり混ぜ物をするなみたいなことを言われたことがありました、うん、その瓶型体験、はあ、そんなのもある、あなるほど、うん、特に首里城が綺麗になった時には、うん、赤にちょっと茶色を混ぜるっていうのは OK なんですけど、うん、茶色を混ぜる、紫色を混ぜるとか、なんかちょっとだけ混ぜ物をするしてグラデーションみたいなのを作るのは OK ではあるんだけど、うん、首里城が綺麗になった時にはそれはやっちゃダメみたい、うん、なんかそんな時期によって決まりがあるんだって、ね、あるんですね、うん、思って、はあ、なんか奥深そうだなって思うんですけど、ね、沖縄の色の話もなんかすごい深そうですね、深そう、本当に沖縄の色はね、赤瓦とかもすごい素敵な色だし、ちょっとまだまだ勉強したいなって思いますね。じゃあね、ぜひ沖縄にいらした際にはこう、はい、また目をキョロキョロさせて、はい、いろいろ見ていただけたら。はい、あそうそう、はい、黄色は中国の皇帝のみが使用することを許されていた。中国なのね、そうなんですかね、
それがなんかあれですかね、そのまあ琉球の時代にどうこうみたいな話なんですかね。シルクロードで入ってきてみたいな感じですかね。なんですかね。なんでしょうね、うん、もうシルクロードが難しすぎて私まだ分かっていないんですけど、うん、私もちゃんと勉強しないといけないなと思ってます、ね、沖縄のこと。はい、はい、すいません今週もね、はい、はい、ありがとうございました。あれお時間ですということで。はい、アムサイさんもありがとうございました。ありがとうございました。